4人の友達が、はい、読み聞かせをしてくれるからみんなで拍手で迎えてくださいね。4年の森内美優です。2年の小田川イブです。3年の立花優也です。2年の菅原日向です。よろしくお願いします。はい、うさぎの子シモンは青と黄色と緑の車を持ってエドモンのところへ飛びに行きました。二人はレース場を作りました。僕も赤い車が欲しいな。赤って大好き。シモンが言いました。取り替えっこしてあげようか。エドモンが言いました。いらない、それかっこ悪いもん。何言ってんだよ、これ最新式なんだぞ。ミラルトだったら変えてあげてもいいよ。エドモンが言いました。やだよ、それボロいもん。あんたらこれな、ちっとも悪くないよ。やめた、もう絶対変えてやらない。なんで。なんでって、これは最新式だから。お前のなんかよ、ずっとずっとずっとすごいんだぞ。エドモンは言いました。へえ、じゃあ青と黄色と緑とだったら取り替えっこする。でもそうすると僕の赤がなくなっちゃうだろ。だけどその代わり車が3つになるよ。わかった、とエドモンは言いました。そうして二人は車を取り替えっこしました。もらったものはもらったもの、もう返さないよ。エドモンは言いました。こっちこそ、もらったものはもらったもの、もう返さないよ。シモンは答えました。家に帰るとシモンは弟に赤い車を見せました。変なのと弟は言いました。どうしてだよ、それボロい。黙れ赤ちゃん星人、何も分かってないくせに。この車は最新式なんだぞ。シモンは唸りました。ところが、シモンが走らせようとした途端、赤い車はパキンと2つに割れてしまいました。しまった、もらったものはもらったものって言っちゃったのに。エドモンはきっと壊れているのを知っていて、振り返ると言ったのでしょう。シモンはじっと考えました。すると、ものすごくいい方法を思いついたのです。シモンは急いでエドモンの家に行きました。ねえ、あの赤い車最高だね。やっぱり返してほしいと思わない。思わない、もらったものもらったものだって言っただろ。本当に本当に返してって言わない。絶対言わない。ああそう、じゃあ車の中に入ってたものも僕のだからね。車の中に入ってたもの？エドモンは急に心配そうな顔になりました。そうさ、もらったものはもらったもの、もう返さないよ。え？何言ってんだよ、それは僕のじゃないか。だったら車を3つとも僕に返す。そうすれば君のも返してあげる。エドモンは青と黄色と緑の車をシモンに渡しました。シモンが帰るとエドモンは急いで車を割って手を入れました。するとなんだか柔らかくてベタベタしたものが指に触りました。緊張した。全然緊張しなかった。緊張しなかった。もう一回、またね、みんなのためにやってちょうだいね。拍手しようか。はい。上手です。